雲大社来ました。出雲大社はワンコも散歩 OK みたいです。鳥がまた近づいてきました。OK ですか？新年、運試しのおみくじを引こうと思います。はい、いいと思います。じゃあ、先に行ってください。うん、行ってらっしゃい。はい、はい、こと思いつきました。はい、旦那が3つ引いてきて半蔵と師匠に選ばせるってどうですか？あ、いいねじゃあ行ってきてください。いってらっしゃい。お、旦那が戻ってきました。使ってきました。はい、じゃあ旦那選んで、まずじゃあ俺真ん中。はい、じゃあどっちがいい？こっちがいい。じゃあ師匠残り物どこに何て書いてあるの？多分出雲大社のおみくじは大吉とかそんなないんだよね。お、でもいいよ。本年は身体ともに利あり、永久のこと始めてよい。やったやった。ダン。本年はいよいよ星雲の回り年。お、あたかもなんたらの桜花に翌日の照り映えるような年である。何事もトントン拍子で進み、心楽しい年である。お、いいね。次は半蔵の台風の儀に移ります。どう書いてある？本年は水運の年。水運。嘘やん、気をつけてあげんと。結婚両縁ありだそうです。はっちゃん、師匠さん台風の儀じりん。これ半蔵と同じじゃん、16番で。え、嘘。うん、すごくないそれ。あらず、ほら見てあ、やっぱりこの2匹は一心同体ってことやな。勤勉は借金を払い、自暴は借金を増すどういうこと？よくわかりませんあれでも内容違うかな。でも2匹とも本年は水運の年。いや、同じでもさ、3つ引いてすごくない？そうだよね。半歌は同じやつで、俺はつなり俺たち次第ということで。むむむむ。これはちょっと。ちょっと。好きです。いや、行こう行こう。まあでも。師匠は師匠。漏れてます。あ、いいねいいね。オッケー。もう歩き疲れた日記を木々レンガ重ね持ち。